なんかおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは今日どこに来てるんですか？今日は代々木公園に来てます。うん、代々木公園めちゃめちゃね、自然いっぱいですね。いやめっちゃ気持ちいいですね。今日天気も最高で。代々木公園はよく来るんですか？いや、結構久しぶりに来ましたね。うん、なるほど。カラスめちゃめちゃ鳴いてますね。鳴いてますね。初めて買ったアルバムは何ですか？ CD というか。いや、嵐さん？ですかね。なるほど。ちなみに初めて曲書いたのはいつですか？なんかおふざけでも作ったのでも多分8歳ぐらいとかですかね。8歳。ちょっと座りますか。うん、今日のファッションのテーマは？今日のファッションのテーマ、春なので緑にシンプルな感じで決めました。誰にも負けないことってありますか？誰にも負けないこと、目標に向かう気持ちですかね。18歳に帰国した時最初に行った場所は上野動物園。何があっても毎日やることとかってありますか？ランニング、夜のランニングですかね。今は笑えるけど恥ずかしい過去ってありますか？小学生の時家でお母さんのこと待ってたら家の目の前でエレベーター開いた瞬間おもらしちゃったことですかね。なるほど。それは恥ずかしいことですね。恥ずかしい、かわいい恥ずかしいです。好きな食べ物は？ハンバーガー。好きなテレビ番組ってありますか？もうなくなっちゃったんですけど、めちゃイケ。憧れの人って言いますか？やっぱジャスティン・ビーバーですかね。苦手な食べ物？人参。世界で一番好きな場所ってありますか？鎌倉の稲村ヶ崎の海浜公園ですかね。車の中でなんか稲村ヶ崎に向かってかけたい曲はありますか？僕は山下達郎さんですかね。もしなんか新しい趣味を今始めるとしたらどんなことをしたいなってことありますか？絵を描くことですかね。初めて、それで言うと曲を書いたのっていつ頃になりますか？初めてでもフルでちゃんとそうやって歌詞自分でつけて曲書いたのは15歳ですかね。何時間でも語れるテーマとかってありますか？座りますか？座りますか。うん、そうですね。まあ自分の好きなその時のジャンルの音楽かディズニーですかね。初めてカバーした曲って人生で初めて何になりますか？ジェイコブ・ラティモアってアーティストさんの Heartbreak All Around the World かな。 Around the World か All Around the World って曲です。ファンとの思い出って聞いてもいいですか？ちょっと前にZoom でファンミーティングをした時にもファンの皆さんがサプライズで僕の誕生日が近かったからみんなこう写真合わせてくれたりとかしてケーキまで準備してくれたのはもう超感動でした。昔から持ってるもの、ずっと撮ってあるものとかってありますか？ちっちゃい頃から持ってる、うん、お猿さんの人形があります。今一番楽しみなことって何ですか？やっぱこの状況が良くなって皆さんに直接会いに行くことが一番楽しみですかね。人生最大の冒険って何ですか？でも韓国行ってそのやっぱり言語が通じない中での過ごす練習生生活が冒険でしたね。練習生時代の生活ってどうだったんですか？まあ辛い時もあったんですけど今考えれば楽しい思い出しかないですね。韓国でなんかお気に入りの場所とかってありますか？やっぱりハンガンの公園ですかね。そのソウルをつないでる大きい川の近くにある公園ですかね。練習生時代の時ってなんかルーティン的にどんな生活を送ってたんですか？朝11時出勤の夜10時に家に帰れるんですけど僕は最終乗って家に帰ってました。10年後の自分ってどうなってると思いますか？もっともっと大きなビッグなアーティストになったと。今後の人生目標改めて聞けますか？ワールドツアーは絶対にしたいですね。子供の時好きだった映画？トイストーリーですか？好きな本は？隠れ家のトム・ソーヤ。大泣きした映画ってありますか？ドラえもん。じゃあこれで最後の質問になります。はい。特殊能力がもしあったらどうしますか？世界を救います。ではこの辺で。僕は原宿に寄ってちょっとショッピングして帰ろうと思います。
皆さんも良い一日を過ごしてください。じゃあまた、バイバイ。どこに行きたいとかって具体的にありますか？ああ。なる。